変わってはコンサドールです。ルーキーの田中俊太選手がオンラインでの取材に応じ、再開した自主トレについて話しました。結構激しめにのメニューはこなしたんで、やってても、すぐ息が上がるというか、今日朝起きたら結構筋肉痛にはなってたんで、ブランクというのは感じました。また活動休止期間に新たな思いも芽生えたようです。プロサッカー選手はピッチの上だけでやることが仕事じゃないと思うんで、地域の貢献活動とか先輩とかやってるのを見て、しっかり自分もやっていきたいなと思います。日本代表経験もある期待のルーキー、北海道のためにプレー以外でも活躍することを誓いました。連日夏の甲子園中止というニュースをお伝えしていますが、やり場のない思いを抱えているのは野球やってる選手たちだけではありません。こちらの写真ご覧ください。今年1月に稚内大谷高校のサッカー部がフットサルの全国大会出場を決めた時の画像です。全員で掴み取った初出場の切符だったんですが、8月の全国大会が中止になりました。夢の舞台を失った高校生を励まそうと、北海道コンサドーレ札幌の選手たちがオンラインで稚内大谷高校を激励しました。日本最北の町に初めて全国大会の切符を持ち帰った稚内大谷高校サッカー部、喜びに沸く選手たちでしたが、突然の一報が届きます。新型コロナウイルスの影響で今月1日全国大会の中止が決定。高校生にはなかなか受け入れることができない現実でした。全国の舞台でプレーしたいっていう気持ちが一番強かったですし、なくなった時はやっぱり悔しい気持ちが一番強かったです。そんな稚内大谷高校に昨日ひとときの明るい時間が。北海道コンサドーレ札幌の選手たちがオンラインで学校を訪問しました。フォワードとして毎試合で点を取るための秘訣とかコツなどがあれば教えていただきたいです。味方がどうしようとしてるのかとか、相手がどうやってボール取ろうとしてるのかっていうのを常に考えて、点取るポイントになるべく顔出して、なるべく多くのシュートを打つっていうのはすごい僕は意識してます。はい、ありがとうございます。憧れの J リーガーたちと楽しい時間を過ごした生徒たち、表情には笑顔もあふれていました。もっとさらにサッカーに対しての気持ちを高めてほしいと思ってます。積み上げたもの一つ一つがこれからの人生に生きてくるんだってことを、もう僕ら大人は伝えていかなきゃいけないのかな。自分たちのためにこういうふうに時間を割いて、こういう機会をくださって作ってくださったことは本当に感謝しかないですし、自分たちもこの感謝をしっかり受け止めなければいけないなと思ってます。全国はなくなってしまったんですけど、ここでチーム全員が落ちるんではなくて、もう一回気を引き締めてこれからの練習も取り組んでいきたいなと思ってます。藤尾さん、コンサドーレの選手たち本当にいろいろ取り組んでますね。なんかあの生徒たちの笑顔を見てるとね、今度あの生徒たちが何をしてくれるのかっていうことに、生徒たちの未来にまだ期待持てますよね。そうですね、全国大会がなくなってしまったっていう気持ちは取り戻せないですけど、本当に貴重な時間になったんじゃないかなと思います。コンサドーレの選手たち本当にこの状況でいろいろと活動してくれています。以上、スポーツ情報でした。インターハイなど多くの全国大会が中止となっています。そんな中、コンサドーレの鈴木武蔵選手が代表を務める社会貢献団体北海道ドリームが、夢の舞台に立つことができなくなってしまった高校生たちとオンラインで交流しました。今年1月に行われたフットサルの全道大会で優勝した稚内大谷高校と準優勝の北海道科学大学高校、しかし全国大会は中止に。落胆する高校生たちのために、コンサドーレの選手が質問に答える場が設けられました。サッカー人生において一番大切にしていること、これどの選手に聞きたいですか？鈴木武蔵選手に。負けず嫌いでここまで来てるんで、もう根本は本当そこなんですよね。絶対得点でも負けたくないし、スタメン争いでも負けたくないし、この気持ちが僕の中で全てですね。そのサッカー始めた時から、何か一つは周りの人に負けないものを持とうっていうのを考えながら練習とか試合とかをやってるので、これからもそれを大事にしたい。高校生たちとの交流を終えた選手たちは、新しい機会を
まあ、大人、まあ、僕たちが作らなくちゃいけないんじゃないかなっていうのは、まあ、甲子園の話もそうでしたけど、まあ、それをサッカーに置き換えたときに間違いなく必要なのかなっていう、そう、自分のサッカーに対する気持ちっていうのは絶対落としちゃいけないと思うし、インターハイがなくなったら普段の練習も見に来るかもしれないじゃないですか、スカウトの人たちが。普段の練習からもう手抜けないなっていうふうに、まあ、思ってほしいですね。このインターハイなくなったことで、まあ、もっとさらにサッカーに対しての気持ちを高めてほしいと思ってます。健作さん、やはりプロの選手が自分の質問に答えてくれるのは本当にいい経験になりますね。いやー、なりますね。僕も高校3年生の時に J リーグができて初めて試合を見に行った時にカズさんに声をかけてもらったんですよ。お前頑張れよ、プロになって頑張っていけみたいな感じで言われたのがもう今でも忘れられなくて、まあ、その一言で本当に前向きに耐えて頑張れてこれたんですよね、はい、だからもう高校生にとっては、まあ、武蔵とかとこうやって喋れるっていうのはもう忘れられないですし、これはもう宝物ですから何があっても頑張っていけますよ。これは本当にそうですよね。また一つモチベーションを高めたかもしれません、はい、鈴木武蔵選手が、そうですね、鈴木武蔵選手が代表を務める地域貢献団体北海道ドリームは今後高齢者施設の訪問を予定しています。公式戦が中断中の J リーグ、プレーできない状況が続く中、コンサドーレの選手たちがある行動を起こしました。僕たちは応援してもらってる立場で、まあ、話し合って考えた結果、もっと地域に貢献できればいいなっていうふうに思ってました。食品ロスの救済などを行ってきた彼らが次に取った行動は NPO 法人の設立です。代表理事を務める鈴木武蔵選手を中心に6選手が活動に参加。先週には児童養護施設にお弁当を提供するなど積極的に地域貢献活動に取り組んでいます。武蔵選手が一番こだわっている意識していることは何ですかという質問をいただきました。昨日は道内の高校生とオンライン交流会を開催。参加した稚内大谷高校サッカー部は今年1月18歳以下のフットサル選手権で初の全道チャンピオンに輝きました。しかし全国の舞台は大会の中止により幻となってしまいました。自分たちが今まで目標を持って練習に取り組んできてたので、目標が達成できないとなるとやっぱり悔しいという気持ちが一番大きいですし、試合をしたかったっていう気持ちがやっぱり一番大きいです。そんな彼らに対しコンサドーレの選手たちは心を込めた熱いエールで背中を押します。今一つ一つやってたことというのは、試合がないのにやってたことというのは必ずこの子どもたちの心の中に残ることなので、実績やキャリアが全てじゃないってこと、その積み上げたもの一つ一つがこれからの人生に生きてくるんだってことを、この期間はしっかりモチベーションを落とさないことだったり、常にサッカーを意識するってことが大切っておっしゃってたので、チーム全員で気を引き締めて頑張っていきたいなと思ってます。切り替えて次の目標に向かって頑張っていきたいと思います。スポーツ米中さんです。はい、お伝えします。こういったコンサドーレの選手たちの活動をサポーターとして誇りに思いますね。いや、NPO 法人まで立ち上げたんですね、うん、そうなんです。素晴らしいですね。こういった時に力になりますよね。いや、本当。そしてあの言葉ね、うん、やっぱり目指しているそういうプロの選手たちの言葉というのは高校生たちにも伝わりますよね、はい、そして代表を務める武蔵選手、まだコンサドーレ2年目で、そういった選手が北海道のために頑張ってくれているのも嬉しいですね。さあ、そんなコンサドーレと、そしてファイターズでみんなが笑顔になれる特別番組のお知らせです。スマイル FC、 ファイターズとコンサドーレ、スポーツの力で笑顔になりましょう。日曜午後4時24分はい、この番組は私与永と、そして堀さんがナビゲーターを務めてるんですが、堀さん、はいはい、たくさん語りましたね。いやー、時間足りなかったですね。そうですね。もう収録したんですか。はい。なんで呼んでくれなかったんですか。これね、グッチさん呼ぶともうね、破綻しちゃうからダメです。そうなんですよ。いや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 、熱い思いがもう堀さん溢れ出ちゃって、ファイターズとコンサドーレで語る番組でなんで私がいないんですか。HBC でぜひ日曜日見てくださいよ。
これね、はい、スマイル FC ですから本当に笑えます、はい、笑えますか、うん、で思い出してあああったっていうのとあれ、はい、こんな映像あったっけってどっちも笑えますね。あそうですか、うん、はい、はい、ぜひ皆さん楽しみに待っていてください。郷土家スペシャルスマイル FC はあさって日曜日午後4時24分の放送です。お見逃しなく。以上この時間のスポーツお伝えしました。なんで読んでもらえないかな、はい、ぜひ見てください。感染拡大防止でステイホームが呼びかけられている中、今 SNS 上であるスポーツが盛り上がりを見せています。氷上のチェスとも呼ばれるこのスポーツのお家で作戦会議です。いやナンバーワンは日本だ。SNS 上で話題を呼んでいるのがこのカーリング。お家で作戦会議と題して、詰将棋のようにあなたならどんな手を打つかと問いかけるもの。初回出題者で男子日本代表の松村雄太選手を石野アナウンサーが直撃しました。どのくらいのリアクションがあってどのくらい楽しんでもらえるのかっていうのは想像があまりできなかったですし、手探りのまま始めたのでびっくりするようなリスクを背負ってこんなことも狙えるんじゃないのっていうこととかもいろいろ書いてあったので、なかなか見てる皆さんもいろいろ考えを持ってて面白いなっていうふうには思いました。そのお題がこちら。円の中心にストーンを止めるドローショットや、手前の石を使い相手の石を弾き出すランバックの他にも、石野アナウンサーが気になったのが、黄色の5に当ててさらに赤の7も使って、で近くにある黄色と4も出すという3点を取るという回答を目にしたんですが、僕たちも3点とかって欲しいって思うので、そういったとこも1回見て可能性を吟味した上で一番可能性のあるものを選ぶので、そういった発想もとっても必要だと思いますし、カーリング見てる人だなとは思います。それこそ性格が出ると思うんですけど、シチュエーションによって全然違ってくると思います。そして松村選手はドローを選択。そのわけは、チームとしてのゲームの作り方がそうやって、しっかり点を取って、タイゲームでも最後勝ち切るっていう方が多いので、一気に大量点を狙うっていう場面が少ないのでドローを選ぶと思います。松村さん、ご自身の性格というのはどういう性格ですか？僕はそうですね、結構周りの意見を聞きながらも最終的にいや俺これがいいって言っちゃうタイプなのでそうですね、意外に頑固かもしれないです。施設の閉鎖や大会中止などカーリングも先が見えない状況が続いています。思うようにできないことが多いので、おそらく再開した時には単純にもう一回カーリングを楽しめる状態になっていると思うので、そういったところは見てくださってる方に伝わると思いますし、そうやって僕たちが楽しんでるところを見てやっぱカーリングって面白いんだなって思ってもらえるのが一番嬉しいですし、一番いいかなと思ってます。はい、もう氷上のチェスと呼ばれるカーリングですから、うんうん、やっぱりこう氷の上で選手の皆さんが考えているようなことを我々も一緒になって考えられるっていうのは楽しいですよね。なんか詰将棋みたいな、ね、感覚かなというふうに思うんですが、うんですね、選手の皆さんがクイズ形式でこの作戦を出題してくれているということなんです、うんうん、日本カーリング協会の公式ツイッターで見られますので皆さんぜひ見てみてください。頭使いますね。そうです。味方がどうしようとしているのかとか、相手がどうやってボール取ろうとしてるのかっていうのを常に考えて、点取るポイントになるべく顔を出してなるべく多くのシュートを打つっていうのはすごい僕は意識してます。はい、ありがとうございます。憧れの J リーガーたちと楽しい時間を過ごした生徒たち、表情には笑顔もあふれていました。もっとさらにサッカーに対しての気持ちを高めてほしいと思ってます。積み上げたもの一つ一つがこれからの人生に生きてくるんだってことをもう僕ら大人は伝えていかなきゃいけないのかな。自分たちのためにこういうふうに時間を割いてこういう機会をくださって
作ってくださったことは本当に感謝しかないですし、自分たちもこの感謝をしっかり受け止めなければいけないなと思ってます。全国はなくなってしまったんですけど、ここでチーム全員が落ちるんではなくて、もう一回気を引き締めてこれからの練習も取り組んでいきたいなと思ってます。藤尾さん、コンサドーレの選手たち本当にいろいろ取り組んでますね。なんかあの生徒たちの笑顔を見てるとね、今度あの生徒たちが何をしてくれるのかっていうことに、うん、生徒たちの未来にまだ期待持てますよね。そうですね、うん、全国大会がなくなってしまったっていう気持ちは取り戻せないですけど、うん、本当に貴重な時間になったんじゃないかなと思います。コンサドーレの選手たち本当にこの状況でいろいろと活動してくれています。以上、スポーツ情報でした。インターハイなど多くの全国大会が中止となっています。そんな中、コンサドーレの鈴木武蔵選手が代表を務める社会貢献団体北海道ドリームが、夢の舞台に立つことができなくなってしまった高校生たちとオンラインで交流しました。今年1月に行われたフットサルの全道大会で優勝した稚内大谷高校と準優勝の北海道科学大学高校。しかし全国大会は中止に。落胆する高校生たちのために、コンサドーレの選手が質問に答える場が設けられました。サッカー人生において一番大切にしていること、これどの選手に聞きたいですか？鈴木武蔵選手に。負けず嫌いでここまで来てるんで、もう根本は本当そこなんですよね。絶対得点でも負けたくないし、スタメン争いでも負けたくないし、この気持ちが僕の中で全てですね。そのサッカー始めた時から、何か一つは周りの人に負けないものを持とうっていうのを考えながら練習とか試合とかをやってるので、これからもそれを大事にしたり。高校生たちとの交流を終えた選手たちは、新しい機会を、まあ、大人、まあ、僕たちが作らなくちゃいけないんじゃないかなっていうのは、まあ、甲子園の話もそうでしたけど、まあ、それをサッカーに置き換えたときに間違いなく必要なのかなっていう。自分のサッカーに対する気持ちっていうのは絶対落としちゃいけないと思うし、まあ、思ってほしいですね。このインターハイなくなったことで、まあ、もっとさらにサッカーに対しての気持ちを高めてほしいと思ってます。健作さん、やはりプロの選手が自分の質問に答えてくれるのは本当にいい経験になりますね。いやー、なりますね。僕も高校3年生の時に J リーグができて初めて試合を見に行った時にカズさんに声をかけてもらったんですよ。お前頑張れよ、プロになって頑張っていけみたいな感じで言われたのがもう今でも忘れられなくて、まあ、その一言で本当に前向きに耐えて頑張れてこれたんですよね。はい、だからもう高校生にとっては、まあ、武蔵とかとこうやって喋れるっていうのはもう忘れられないですし、これはもう宝物ですから、何があっても頑張っていけますよ。これは本当にそうですよね。また一つモチベーションを高めたかもしれません。はい、鈴木武蔵選手が、そうですね、鈴木武蔵選手が代表を務める地域貢献団体北海道ドリームは、今後高齢者施設の訪問を予定しています。公式戦が中断中の J リーグ、プレーできない状況が続く中、コンサドーレの選手たちがある行動を起こしました。僕たちは応援してもらってる立場で、まあ、話し合って考えた結果、もっと地域に貢献できればいいなっていうふうに思ってました。食品ロスの救済などを行ってきた彼らが次に取った行動は NPO 法人の設立です。代表理事を務める鈴木武蔵選手を中心に6選手が活動に参加。先週には児童養護施設にお弁当を提供するなど、積極的に地域貢献活動に取り組んでいます。武蔵選手が一番こだわっている、意識していることは何ですかという質問をいただきました。昨日は道内の高校生とオンライン交流会を開催。参加した稚内大谷高校サッカー部は、今年1月18歳以下のフットサル選手権で初の全道チャンピオンに輝きました。しかし全国の舞台は大会の中止により幻となってしまいました。自分たちが今まで目標を持って練習に取り組んできてたので、目標が達成できないとなるとやっぱり悔しいという気持ちが一番大きいですし、試合をしたかったっていう気持ちがやっぱり一番大きいです。そんな彼らに対し、コンサドーレの選手たちは心を込めた熱いエールで背中を押します。今一つ一つやってたことというのは、試合がないのにやってたことというのは必ずこの子どもたちの心の中に残ることなので、実績や
キャリアが全てじゃないってこと、その積み上げたもの一つ一つがこれからの人生に生きてくるんだってことを、この期間はしっかりモチベーションを落とさないだったり、表情には笑顔もあふれていました。もっとさらにサッカーに対しての気持ちを高めてほしいと思ってます。積み上げたもの一つ一つがこれからの人生に生きてくるんだってことを、もう僕ら大人は伝えていかなきゃいけないのかな。自分たちのためにこういうふうに時間を割いてこういう機会をくださ作ってくださったことは本当に感謝しかないですし、自分たちもこの感謝をしっかり受け止めなければいけないなと思ってます。全国はなくなってしまったんですけど、ここでチーム全員が落ちるんではなくて、もう一回気を引き締めてこれからの練習も取り組んでいきたいなと思ってます。藤尾さん、コンサドーレの選手たち本当にいろいろ取り組んでますね。なんかあの生徒たちの笑顔を見てるとね、今度あの生徒たちが何をしてくれるのかっていうことに、生徒たちの未来にまだ期待持てますよね。そうですね、全国大会がなくなってしまったっていう気持ちは取り戻せないですけど、本当に貴重な時間になったんじゃないかなと思います。コンサドーレの選手たち本当にこの状況でいろいろと活動してくれています。以上、スポーツ情報でした。インターハイなど多くの全国大会が中止となっています。そんな中、コンサドーレの鈴木武蔵選手が代表を務める社会貢献団体北海道ドリームが、夢の舞台に立つことができなくなってしまった高校生たちとオンラインで交流しました。今年1月に行われたフットサルの全道大会で優勝した稚内大谷高校と準優勝の北海道科学大学高校。しかし全国大会は中止に。落胆する高校生たちのために、コンサドーレの選手が質問に答える場が設けられました。サッカー人生において一番大切にしていること、これどの選手に聞きたいですか。鈴木武蔵選手に。負けず嫌いでここまで来てるんで、もう根本は本当そこなんですよね。絶対得点でも負けたくないし、スタメン争いでも負けたくないし、この気持ちが僕の中で全てですね。そのサッカー始めた時から、何か一つは周りの人に負けないものを持とうっていうのを考えながら練習とか試合とかをやってるので、これからもそれを大事にしたい。高校生たちとの交流を終えた選手たちは、新しい機会を、大人、僕たちが作らなくちゃいけないんじゃないかなっていうのは、甲子園の話もそうでしたけど、それをサッカーに置き換えたときに間違いなく必要なのかなっていう。自分のサッカーに対する気持ちっていうのは絶対落としちゃいけないと思うし、インターハイがなくなったら普段の練習も見に来るかもしれないじゃないですか、スカウトの人たちが。普段の練習からもう手抜けないなっていうふうに、思ってほしいですね。このインターハイなくなったことで、もっとさらにサッカーに対しての気持ちを高めてほしいと思ってます。健作さん、やはりプロの選手が自分の質問に答え、新型コロナウイルスの影響で今月1日全国大会の中止が決定。高校生にはなかなか受け入れることができない現実でした。全国の舞台でプレーしたいっていう気持ちが一番強かったですし、なくなった時はやっぱり悔しい気持ちが一番強かったです。そんな稚内大谷高校に昨日ひとときの明るい時間が。北海道コンサドーレ札幌の選手たちがオンラインで学校を訪問しました。ワードとして毎試合で点を取るための秘訣とかコツなどがあれば教えていただきたいです。味方がどうしようとしてるのかとか、相手がどうやってボール取ろうとしてるのかっていうのを常に考えて、点取るポイントになるべく顔を出して、なるべく多くのシュートを打つっていうのはすごい僕は意識してます。はい、ありがとうございます。憧れの J リーガーたちと楽しい時間を過ごした生徒たち、表情には笑顔もあふれていました。もっとさらにサッカーに対しての気持ちを高めてほしいと思ってます。積み上げたもの一つ一つがこれからの人生に生きてくるんだってことを、もう僕ら大人は伝えていかなきゃいけないのかな。自分たちのためにこういうふうに時間を割いてこういう機会をくださって作ってくださったことは本当に感謝しかないですし、自分たちもこの感謝をしっかり受け止めなければいけないなと思ってます。全国はなくなってしまったんですけど、ここでチーム全員が落ちるんではなくて、もう一回気を引き締めて
これからの練習も取り組んでいきたいなと思ってます。藤尾さん、コンサドーレの選手たち本当にいろいろ取り組んでます ねなんかあの生徒たちの笑顔を見てるとね、今度あの生徒たちが何をしてくれるのかっていうことに、うん、生徒たちの未来にまだ期待持てますよね。そうですね、うん、この全国大会がなくなってしまったっていう気持ちは取り戻せないですけど、うん、本当に貴重な時間になったんじゃないかなと思います。コンサドーレの選手たち本当にこの状況でいろいろと活動してくれています。以上、スポーツ情報でした。インターハイなど多くの全国大会が中止となっています。そんな中、コンサドーレの鈴木武蔵選手が代表を務める社会貢献団体北海道ドリームが、夢の舞台に立つことができなくなってしまった高校生たちとオンラインで交流しました。今年1月に行われたフットサルの全道大会で優勝した稚内大谷高校と準優勝の北海道科学大学高校。しかし全国大会は中止に。落胆する高校生たちのために、コンサドーレの選手が質問に答える場が設けられました。サッカー人生において一番大切にしていること、これどの選手に聞きたいですか？鈴木武蔵選手に。負けず嫌いでここまで来てるんで、